短く作ったのよ。シンクロメッセージ、シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心が変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず触らずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロが起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、価値風水エレメントのグループ分けでまいります。はい、来週のね、はい、来週月曜日から、ね、日曜日からですね。はい、火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座。はい、はい、違う、アクションなんだろうね。火のグループは本当にやりたいこと、うん、欲しいものを、うん、よく自分で胸に聞いてみてください。お、はい、そして自分の疑いに勝ってください。疑いに勝つ、欲しいって思ってるのに違うじゃないかなとか、いろんな理由をつけて、欲しいと思ったのが心に浮かんでるんだから、はい、それを取りに行く。なるほど、なるほどね、うん、はい、はい、地のグループいきますよ、うん、地のグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座は、ただ夢中になって心から楽しんでください、うん、自分自身とつながる時。でも両方自分の本当のところに行きなさいってことだね、割と両方ともね、あ、なるほどね、同じ感じ、うん、はい、そして風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。あ、うさん、何座？双子。双子？あら、風、風。風、どうしてですね、こちらのグループはですね、発想の転換、時空を超えて新しい次元へジャンプ、ジャンプ、ユニークさ、大丈夫だ、うん、だって、ジャンプですね、ジャンプね、はい、置いていってね、この辺ね飛び越える、飛び越える、はい。水のグループ、感情の星座、蟹座、サソリ座、魚座、目覚めと決断、迷いを断ち切る、内と外とを、ね、きちんと整えてください。だから割と火と地と水の人は、うん、本当に整えて自分の本心、確信にこう見つめてみましょうみたいな感じだね。あ、なるほどね、うん、はい、風だけが飛んでいけるそうですね、あとはもう皆さんちょっとこう自分を見つめ直そうっていう感じなんですよね。ね、来週ね、はい、はい、分かりました、やっちゃってください、はい、はい、シンクロメッセージは心の軌道修正お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。